アップル A8 はアップルによって設計されたソックである。2014年9月9日に発表された iPhone6 に搭載。アップルの発表によれば25%の CPU と50%の GPU の性能が向上だとされている。1.1GHz よび 1.4GHz のチップは2019年の iOS13 で、 サポートが終了されたが、1.5GHz チップは引き続きサポートされている。全世代ソックの A7 製造元であった韓国サムスンの離脱により、A8 は台湾の TSMC によって20ナノメートルプロセスで製造された。20億個のトランジスタを搭載している。A7 と比較して2倍の量のトランジスタにもかかわらず、 その物理的なサイズは13%減少し89メートル平方メートルとなっている。ラムは A8 の場合 1GB の LPDDR3 がパッケージ内に収まっている。iPhone6 に搭載されている A8 は Geekbench では2コアで1、4GHz と表示され、A7 より25%速いという Apple の発表と合致する。ただし、 iPod Touch に搭載されている A8 は 1.1GHz へダウンクロックされている。また、iPad Mini 4に搭載されている A8 は 1.5GHz とクロックアップされ、RAM が 2GB に変更されている。ありがとうございます。